はい、おお、頑張っております。さあみぞは兄ちゃんが復活、そしてお兄弟でいますね、兄弟で。あさあ分かった、ひろとの分かった、 YouTube の、 あのトップローブ登ったところがちょうどカメラがこっちになってんだな、こっちのカメラ、そういうことな。なあもまた今度勝ったら やってカメラの方向けたの、カメラが3台あるから3台、うん、はい。さあお今日新しいな、これとこれが一緒の顔なんて、これ2人並んでみろ、お前一緒の顔やねんか、これなあ一緒の顔だ、これここはちょっと違うんだよな、これと一緒やんなあはい、あいました、あいやこっちはあってこっちはあってこっちはあってそっちはあって、はいきました、あなんかね、あ髪型が、あのねちょっとあのちょっとマイトファンの人ガラッと変わったんですよね、これ今ね、ショートになりました、土曜日に、はい変わりました、ちょっと紹介、マイトです、マイトです、これ男らしくなりました、はいこれ男らしくなりました、後ろにこいつが映ってますが男らしくなりました、あ久しぶりママに一言、あのまあ次の1月の試合絶対 KO で勝つ、うん、トーマ出ないのかっていうね、はい、なんかないの、コウスケと話、ベースコの髪染めだった、そう、あ黄色、あのシルバー、おー不良になってた、不良になってた、不良になっとった、あーみんな不良になっとるな、今日鍵で刺さる、なにそれ、あー鍵でギュッと、おーこうやってあいつが走って、うん、うん、友達の2人、うん、あれだと、そしたら、うん、角から来てさ、あ、不良だな、鍵で、おい、言って言って不良だ、大介ちょっと、レンスケ不良になったらしいから、レンスケ不良になったらしいよ、うん、不良少年に、ね、で、だから、レンスケも彼女ができとるかもしれない、ああ、なあ、レンスケのこと好きな人の、あ、ほんとレンスケのこと好きな女の子は、うん、うん、レンスケよりも背が高い、うん、ほんとモテるんだ、わかんない、うん、言っとけ言っとけ、レンスケ、待ってます、名前は、名前は、何が、名前、レンスケ見ちゃうかもしれない、見ないじゃないです、うん、見てるかもしれないし、見てないかもしれない、あ、でもレンスケのことを好きな女性がいるってことだね、まあ今日はとりあえずここで、はい、違うし、この2人の会話に面白いですね、はい、とりあえずそこはまだちょっと黙っておきましょう、また次の次回ね、うん、レンスケが見てるかもしれないし、その時また学校で言われてください、はい、あ、まひろ復活おめでとうございます、はい、今日は友達連れでね、復活でまだ蹴れないですが、またベルト狙って、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください終わらせんな、ありがとう。
終了。